笹栗旧大の森付近の空中写真、円周林は画面右側のフレーム外に大きく広がっているが、画面中央に見える蒲田池の周辺区域を、笹栗旧大の森という、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。2007年撮影。笹栗旧大の森は、日本の北部九州地方、 福岡県か谷郡笹栗町あだに所在する森。九州大学の学部附属演習林の一つである、福岡演習林の一角で、敷地の西端にある、鎌田家を取り囲む、約17ヘクタールの林地、無料一般開放されている区域である。一般開放は2010年7月18日に、始まった。この森は、九州大学の大学部福岡演習林の敷地の一部で、 あり、笹栗町と旧大が共同で管理しているエリアにあたる。面積は約17ヘクタールで、スダジー、荒かし、タブノキ、クスノキ、ヤマモモ、コナラ、ネジキ、ハゼノキなど様々な木々が生育している。エリアの中央にある農業用ため池、釜田池を囲む遊歩道等が整備された上で、2010年7月18日、町民の健康増進などを目的として、 無料一般開放が始まった。大学園修林敷地の一般開放は日本初の試みである。林学者、江ノ木つとむによれば、現在の森は虹林にあたるもので、この土地はもともとは里山として利用されていたと考えられるという。遊歩道の長さは約2キロメートルでウッドチップが敷かれており、成人男性なら30分ほどで一周できる。また園内には、 広場や、あずま屋なども設けられており、当地は、福岡都市圏にあって、森林浴を楽しむことができるスポットとなっている。旧大は1977年、湿地における樹木の生態研究のため、この森では、例外的な針葉樹である落葉症の苗を釜体抵に植えた。それらは、順調に成長し、やがては、水面から木々がそびえ立つ美しい光景が見られるようになった。 2010年代に入って SNS が普及すると、この落屋章の画像が絵画を見ているよう、ジブリの世界観などと拡散されたため、笹栗旧大の森はいわゆるインスタ映えするスポットとして一躍有名となった。その評判は、この森を九州を代表する観光地として紹介する、旅行会社も出現するほどで、当地を訪問するバスツアーまでが組まれるようになり、 2017年11月には、紅葉の見頃ということもあって来訪者数が3万人にまで増加した。一方、想定以上の人気になったことで、周辺道路の渋滞が頻繁に発生しているほか、立ち入り禁止区域に足を踏み込んで写真を撮る訪問者がいるため、町と旧大は対応に苦慮している。前日の通り、この森はあくまで近隣住民の散策などを、 想定して解放されており、観光地としての整備は特になされていない。また、敷地内には、スズメバチ、マムシ、イノシシなどといった日本でよく見られる、危険生物も生息しており、注意喚起の掲示板が設置されている。安全のため、遊歩道、広場、あずま屋など以外は、立ち入り禁止区域となっており、町や旧大ではマナーを守って楽しんでもらうよう、呼びかけている。 なお、これとは別に、鎌田家での魚釣り等も許可されていない。鎌田家を一周する約2トル、所要時間約30分、標高約3 5ル、高低差約1 6ルで、路面状態はウッドチップ不設。研究のために植栽されている貴重な植物群を見ることができる。休憩所を兼ねた支店場として2基設けられているあま屋からは、 若杉山と米の山を遠望できる。遊歩道周辺の設備等の一覧南口栗の、木広場、真田家の林子なら広場、江戸の木広場、柏戸ならの森桜広場、水辺の森あずまや、藩の木広場、もみじ広場、あずまや北口、連絡歩道南口行政上所在地名は、福岡県かすや郡笹栗町和田線0 9最寄り駅は、JR 九州笹栗線角松駅で、 2キロメートルほど離れた場所にある。旧大では、隣の笹栗駅下車後、近くのオアシス笹栗からオアシス笹栗巡回バスに乗り、和田健康広場前で下車することを推奨している。ただし、同バスは無料で利用できるが、運行本数が限られており、また、毎週月曜日は運休となっている。その他、 西鉄天神高速バスターミナルから西鉄バス地区筑地区特急線に乗車、カスや警察署前で下車して1 2トルほど歩くという方法もある。自家用車の場合、九州自動車道福岡インターチェンジから約2 4トル福岡市外からの場合は、福岡高速4号カスヤ線カスヤ出入り口から約3 8トル。駐車場は、 北口駐車場と南口駐車場の2カ所が設置されている。ただし、いずれも大型バスの利用はできない。また、開園時間以外は施錠される。ありがとうございます。